リオタハタチ。皆さんおはようございます。リオタです。お元気にお過ごしでしょうか。今スリランカの南端の町ゴールという町に来ております。はい、プチ旅行第3章に突入いたしました。今回も最後までよろしくお願いいたします。はい、朝起きて今散歩してるわけなんですけど、ホテルからもうすぐこの景色ですね。緑の芝生と、で波の音と、青空と、そしてこのヤシの木、この景色がたまりませんね。はい、カラスのなんかの鳴き声もいいアクセントになっていいんじゃないかなって思います。はい、ここからちょっと海の方に歩いていきましょう。でほとんどゴミがないんですよ、このビーチ。かなり綺麗にね、掃除もされていますし、まあ捨てる人ももちろんいないと思うんですけど、かなり綺麗ですね。で、犬の足跡だったり、なんかこういうのもいいですね。まあ、僕も、りょうたの足跡をがっつし、この砂浜に残してきました。はい、ありがとうございます。で、昨日はね、もう見えなくなるぐらい遠くまで行きました。はい、そうですね。朝ね、ミルクティーを頼みました。まあ、コーヒーはないんでね、ミルクティーを頼みます。スリランカはね、ミルクティーだね。完全に。で、朝一、まあ、このアトラクションというか、まあ、ただヤシの木にロープ吊るしてあるだけなんですけど、まあ、最高の気分でしたね。で、このスリランカの服を着ている、まあ、いかにもガイドそうな人、まあ、選手がマタイスです。こんなね、こんな遊びも教えてくれるんですね。まあ朝一にはもってこいのちょうどいいアトラクションでしたね。はい、ここからスリランカの旧市街に行きたいと思います。ここはね、世界遺産にも登録されている場所で、まあ昔ヨーロッパの国々に支配をされていて、そのヨーロッパの街並みが残っている場所なんですけど、まあ、この白い建物がモスクかな、モスクか教会か、はい、多分モスクだと思います。違ったらすいません。はい、ここの街は城塞で、周りがビシーって囲まれているんですね。で、ここが、まあ、そびえ立つ岬みたいな感じで、まあ、ここ辺り一面見渡せるんで、ここに砲台とか置いて、まあ、敵が来たらこう、まあ、ぶちかましてるみたいな、いう場所だったみたいです。で、ここはね、スリランカの現地の方々もたくさんいて、まあ、フォトスポットになってるのかなっていう感じで。まあ、カップルもたくさんいましたし、まあ、男友達、女友達同士でも、家族でも来るような、まあ、憩いの場になっているのかな、なっているのかなという感じでしたね。ここからね、見下ろせる景色が本当にたまらないですね。で、水がね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。水質ランクはね、SS ぐらいですね。はい。で、ここから歩いて、灯台の方に向かうんですけど、この今見えた白いところが灯台ですね。はい、これはここの街のシンボルにもなっているとは思うんですけど、かっこいいですね、この灯台。この青空にこの真っ白い灯台がピシッとそびえ立ってるのはもう何とも言えないかっこよさなんですけど、ここ一回燃えているらしいです。で、燃えた後にこの1938年に建て直して今の状態になっていると、はい、マタイスに襲われました。この光のコントラストというか色のコントラストもいいですね。で、こっから歩いてね、近くのビーチに行くわけなんですけど、そしたらユニークなゴミ箱を発見してね、この魚の口にゴミ入れましょうみたいな、もうこういうのいいですね。で、やっぱりね、ゴミが少ないんですよ、このスリランカのビーチというか。まあ、すごいいいことだなと思うので、こういうでも、なんか、ユーモアというか、真似した方がいいかもしれないですね。ここもね、スリランカの人で結構、賑わってて。まあ、観光客がほんと誰も
いなかったので、今回のゴールプチ旅行編でね、すれ違った外国人おそらく一組ぐらいでしたね。僕の予想ですけど在住者だと思います。でもね、入れるみたいな噂も聞いてるので、ちょっとまだ詳しい話はわからないんですけど、まあこれからどんどん入れるようになってきて、どんどん賑やかになってくれることを願うばかりですね。はい。で、ここ旧市街の中をちょっと散歩しようということで、もうお土産屋さんとかが立ち並ぶ街を散歩するわけなんですけど、ここが両替所ですね。で、本来であればここに人がビシッと並んで観光客で埋め尽くされてるような状態だとは思うんですけど、まあ今は残念ながら人がいないので、まあその現状をまあ少しでもお届けできたらなと思っております。ここはジュエリーショップですね。スリランカ宝石すっごい取れるらしくて、まあ、僕もいつか宝石、自分の宝石をちょっと掘りに行きたいなって思ってます。ここはスパイスショップですね。まあ紅茶もですけど、スパイスも有名だし、宝石も有名だし、スリランカ有名なもんめちゃくちゃ多いかなって思います。で、ここのお店は開いてはいたんですけど、開いてるお店があったりなかったりで、半分以上、7割ぐらいは閉まっていたのかなっていう感じですね。はい。で、その閉まっているうちのまあ2割3割ぐらいはもうお店自体もなくなってるような感じで、空き物件みたいな感じで空いてましたね。まあちょっと寂しいですけど、まあ仕方ないですね。はい。まあ人はね、少しいたんで、まあそれは良かったのかなと思うんですけど、まあでもこういう、なんか白塗りの建物であったり、こう太い柱であったりで、丸くくくり抜かれた、まあ、扉というか、なんか、はい、こういうのですね、なんかいいなっていう感じ、落ち着いた感じで、なんかヨーロッパの街並みを連想させるようなね、そんなスリランカの旧市街、かなりおすすめです。なんかずっと いられるような落ち着きがある街並みでしたね。天気も良くて最高でした。で、ここはね、教会だよとかモスクだよとか、ここはなんか公園だよとか、いろんなことを教えてくれてね、マタイスさん本当にありがとう。最高のね、旅になってます。はい、そろそろスリランカに行きたくなってきたんじゃないでしょうか。第3章はここまでとなります。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。またね。バイバーイ。愛席食堂やってる。愛席食堂こんなオープニングやつ。